して。まずい、逃げろ。え、西野さん、てめえ許さねえ。ちっ、厄介だな。Bitch slapped me. Gee, thanks, Ren. Thank you.
収束するぞ。あーメイトリックス、Oh, okay. け、本当に解決しちまうとはな。一体どんな手を使ったんだ？しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば、失踪者は全員無事。けど、失踪中の記憶は一切なし。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデン症候群になっちまってるらしい。これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。最近流行りの怪事件ってやつだな、こりゃ。つうかお前本当に何も知らねえんだろうな。ああ、ちっ、お前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。オキドーク。Well, I guess I can stop. つうわけで、行ってよし。又吉さんが来る前に、とっとと消えろ。ま、ご協力感謝してやんよ。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんが。エデン症候群を発症した。イーターはデータを食らう。仮にデジタルシフトの中で人間も半デジタル化しているとすると、西野さんは半分だけ食われちまったのかも。データ化した意識だけ。エデンでイーターに自分のアバター、精神データを食われ、肉体だけが現実世界に残される。それがエデン症候群ってわけか。そうすると治療法はどうなる？イーターを倒せば食ったデータを吐き出す？いや、あのイーターを倒しても西野さんは意識を失ったままだ。ダメだ、情報が足りねえ。スエドのおっさんを探し出して聞いてみるか。つうわけで俺もうちょいイーターとか追っかけてみるわ。そんじゃまたな。失踪事件に迷いが、巨大デジモンにイーター。注目すべきは巨大化したというデジモンだな。デジモンに操られた男を思い出したまえ。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女はデジモンに影響を及ぼしたのだろう。彼女の心の奥底にある妄想、承認欲求、エゴイズム、核も凄まじい力を秘めている。 Yeah. What Ren said. ともかく事件の解決はめでたい。ご苦労だったね。君は運だけでなく実力もしっかり備えつつある。頼もしい限りだ。しかし気になるのはスエドー明美の動向。迷いが内部は危険であるにもかかわらず、なぜ彼ほどの人材が単独で動いている。天才と呼ばれる人物の行動は凡人には計り得ないということか。だがそれは取りも直さず、我々に計り得ない動機があるとも言えよう。推理が憶測を呼び、飛躍が事実を置き去りにするか。私も迷い込んでしまったのかもしれないな。思考と思考の迷いがに。Okay, I
going to stop here with this game because I want to wash just a couple of dishes and then hop on to Blade and Soul. Thank you for those who have come to watch me play this game. I will play some more probably tomorrow after I get done with my chores. So I will see you guys later.